そう。嘘だろ。6時50分じゃねえかよ、おい。今日朝一から会議あったのに。おお、なんてことだ、おい。どうしよう。まあちょっと落ち着いて考えよう。落ち着いて考えればなんとかある。快速は朝7時14分だから、そこまでに全ての準備を整えば、なんとかなる。よし。そう。俺はエリートサラリーマンヒロシだ。落ち着いてかかればなんとかなるんだ。よし、もう計画を立てるんだ。まずは着替える。そしてそうですね、トイレに行く。そしてやっぱり身だしなみは大切だ。ひげを剃るだろ。そして髪の毛を整える。そして男として朝食は絶対食わなきゃだ。そして大体それで7時ぐらいで行けるから。それで走っていけば、余裕だ。なんだ、全然余裕じゃねえか。よし、じゃあ着替えるぞ。よっしゃ、着替えるか。よいしょ。お天気お兄さんのめぐみちゃんがここに。この子見ながら朝ブレイクファーストのコーヒー飲むのが大好きなのに。残念だよ、本当。もうちょっとさ、やっぱ早く起きた方がいいよね、もう。さてと。着替え終わったからトイレ行くかな。コンコンコン、おい、誰か入ってんの？あ、しんのすけだ、おい。なんだろう、お前さっきトイレ入ったのかい。何？今入ったばかりだから、父ちゃんまだ出ねえぞ。分かったよ、ちょっとまた、後で来るぞ。はぁ、しょうがないな。じゃあちょっとトイレ後回しして、ひげ剃りをするか。ひげ剃り、はい、ひげ剃りどこだ？ひげ剃りどこだ？ひげ。うっそ。娘のひまわりがひげ剃りって遊んでるじゃねえかよ。どう？どうかね。取るしかねえな。ひまちゃん、これパパのひげ剃りだからさ、パパに返してちょうだい。だから返してちょうだい。そんな気がない。ひまちゃん、ひまちゃん、ひまわりよろしく。何、朝っぱらから娘泣かしてんだ。いや、だってしょうがないじゃないか。こう、ひまわりがひげ剃り持ってんだからさ。なんでそんな危ないものを。怒らないでくれ、今。分かった。この危ないものをひまわり渡したら俺が悪かったんだろ。そうだよ。俺の管理がいけなかったんだ。そうだ。そうだな。あれ？ひげ剃り動かねえぞ。うそーよー。ひまわりどうやったこうやってさ、ひげ剃り壊せんだよ。いらない、これ。どうする。よし。しょうがない。まあ、ひげ剃りは諦めだ。まあ、武将ひげもね、俺だったら似合うってことになるだろう。こうやってやれば、きっと似合う。よし、じゃあ次は髪の毛ない。髪の毛の寝癖を直すぞ。さあ、もう買ったばかりの寝癖直しスプレーで。あれ？出ない。おい、ミサエ、買ったばかりの、この寝癖直しスプレーでさ、あれ、なんで空っぽになってんだよ。新之助か潮の寝癖か、すごく、潮の寝癖がひどかったから全部使ったって。ちょっと待ってくれよ。犬の寝癖なんか倒してどうすんだよ、まったく。もういらない。じゃあこうやって、じゃあ、お水でなんとかよ。お水で。ちょっと、それ強いな、これ。よし。じゃあ、今度こそトイレ行くぞ。おい、しんのすけ、本当、何やってんだよ、お前。さっさとトイレ出ろ、お前。おい、しんのすけ、寝てるんじゃねえよ、おい。何トイレの中で寝てんだよ、おい。嘘だろ。だめだ。どうしようかな。あれ、なんか思ったより、なんか時間経ってたぞ。今日、朝食やめた方がいいかな。食べないで。嘘でしょ。みさえ、なんだよ。トーストとゆで卵とコーヒーだけで、昨日だってコーンフレーク牛乳ぶっかけただけだったのに、なんで今日にかけてもご飯に味噌汁に漬物に
大根おろし、冷やすスキーとして、ゆで卵に、アジの冷やし、なんでここで気合い入れて朝食作ってんだよ、まったくよ。ああ、どうしよう。どっち考えないか。いやでもな、まあ、昨日やおとといやったとは、今日みたいな朝食を食うのないで行ったら、絶対ミサイル起こるだろ。三日口聞いてくれねえだろ。その後、小遣いの値上げ交渉が。ああ、絶対それ悪影響を及ぼすことになる。食うか、食おう。熱いな、味噌汁。ちょっとゆで卵もせめてさ、生卵にしてほしかったな、もう。嘘 !DVD 入ってデータで